皆さんこんにちは、伊藤塾塾長伊藤誠です。岡口喜一です。よろしくお願いいたします。やっぱり岡口先生は要件実じゃないですか。これこそ本当に皆さんプロになるためのね、避けて通れないものだと思います。そういうことなんですよね。本当に要件実のプロ中のプロとしてね、もう自他とも認めるという岡口先生だと思うんですが、なんか聞いてるだけでね、受かった気になりますね。本当にそうで、これはね、今までの単に要件事実の解説をしたりとか、これでマスク覚えてくださいとかね、そういうものとは全く質が違う、本当に意味の要件事実を理解して使いこなせるようになる、そういう講義なんだなということを今の特徴を伺っただけでもね、なんかすごく分かりましたね。はい、で今回この講義でね、教材なんですけれども、はい、先生の市販のあの本をまず使っていただくじゃないですか。それはどんな本を使っていただく？これはですね、今回このゼロからマスターする要件にするとまず1冊、2冊使うんですけど、1冊目はこれを使いたいと思ってます。でこれはね、本当にその基本的なロジックについて、本当にもう民法や民事訴訟を知らない人でも読めるぐらい最初から書いてます。最初法的三段論法から始まるんですけど、結局ね、今の世の中にある要件実本っていうのはもうこういうのは分かってるだろうという前提で書かれてるんですね。で紛争連携別とかね、いろんな本が司法研修が出してますけど、あれはね、大学1年生は買っちゃうんですね。でもちろん民法もね、まだ読んだこともないような人は分かるわけがないので、でこの本は特に最近ね、司法試験の受験年齢が低下してるっていうのを意識しまして、そういうね、中高生の方でも読めるくらいのところまで下げて、で本当に基本ロジックね、要件実の基本ロジックはそんな難しくないんですよ。それを法律家ってほら、なんかアカデミックに難しいね、文章を書きたがるじゃん、そうですよね。だそれの真逆を言って、これはそうじゃない人たちに向けてっていう本を書いたもので、これもまずね、基本理論を学ぶときには使っていきたいと思ってます。アマゾンレビューなんかでもね、全く法律を、ね、勉強したことのない知らない人がこれ読んで、なんか面白かったとか、そうなんです、はい、ね、そんな感想、そうですね、ますね。アマゾンレビュー今おかげさまでね、これもう本当にもう5つ星が40個ぐらい今ついてて、すごい素晴らしかったっていうのが、レビューもたくさんいただいて、そう思いますよね。しかもその法的三段論法から入ってるじゃないですか、はい、私たちこの伊藤塾で講義をするときに一番最初、体験マスターってあるんですけど、その体験マスター法学入門の一番最初のところで、法的三段論法というのはどういうものなんだと、しかもソクラテスは人である、人は必ず知る、ソクラテスは人である、だからソクラテスはね、必ず知るんだみたいな、三段論法、論理学の三段論法と法的三段論法はどこが違うみたいなことを最初にやっぱりやるんですよね。でその法律家の世界っていうのは、三段論法の発想というのが何よりも大切な、いわばリガルマインドって多様な言葉だけども、やっぱり核じゃないですか。そうですね。ですからそれをまさにこう要件実の中で実践していくっていう、しかもこの本はとても分かりやすい、まずこれは最初、他にも使う本、これで一応基礎理論終わりましたら、今度はね、実践編ということで、この要件実入門紛争連携編って、こちらをね使っていこうと思ってます。でこれはね、実践編なんですね。でさっきちょっと話に出ましたけど、司法研修所がね、紛争連携別要件実と本出してまして、で要件実という分野はその権威となる、ね、教科書がないんですね。で実務的な話ですので、そうするとやっぱり司法研修所 その紛争連携別というのが権威なんですよ。で司法試験委員にとっても権威なんですね。でこの本を多分ほとんど全てのロースクールが教科書にしてるんですが、それを分かりやすく解説した本なんですね。だから本は非常に難しいんですけど、これはそれを非常に分かりやすく解説した本ということで、ロースクールとかの人たちがやってると同じ授業ができますっていう話と、あとこれ付録でですね、予備試験の、ね、過去問の解説もついてまして、予備試験で平成23年から令和5年去年までね、過去問全解説っていうか、その民事の解説もついてますので、これを使って、出題傾向などを確認しながら、この年はこういうのがこういう感じで出てましたよってね、出題傾向を確認しながらその授業を進めていくことになってまして、それでこの2冊を、ね、テキスト私の本なんですけど選ばせていただきました。なるほど、
わかりました。入門的な本当に分かりやすい本と、それから類型別で少し実践的な形で試験を意識した形の本と、この2冊を基本的には使いますということですよね。いや、岡口先生って言えばね、やっぱり要件実マニュアルでしょうという方も多いと思うんですよ。なんかでも私昔のね、もうボロボロになっちゃいましたけどね、要件実マニュアルなんだけども、この要件実マニュアル何冊もありますよね。それとの違いみたいなものは何か。あ、これはね、実務家が使う本なんです、うん、で実務家だってね、その場で考えたりで、ね、ロジックは分かってますから、民法の条文を見ればね、要件実は分かるんですけど、実務家ってほらね、日々ね、何通も訴状を書いたり、うん、忙しいですから、そんないちいちやってられないんですね。で、あとはね、実務家ってほらお金もらってるじゃないですか。だから間違えちゃいけないですからね。あ、そうですね、プロですもん、ね、プロですからね。だから要件実マニュアルっていうのは、要件実の答えが全部書いてあるんです、うん、で、民法の全ての分野の答えがあるので、実務家はそれを見ながら、しっかり確認しながら、もう正しい訴訟や裁判文書を迅速に書けるってね、そのため の, ツールとしてこれがあるということですので、裁判官は本当にね、その100件以上200、300なんていう、ね、ところもあるみたいですけど、同時に抱えてて、その忙しい中で間違っちゃいけないっていう時にきちっと参照できるマニュアルが手元にあるとないと、やっぱり仕事の効率も含めて大違いですもんね。そうなんですね。そのためのものとしてもともとはね、そうです。だからもちろんね、皆さん時間かければ正解にはたどり着くんですね、うん、判例はどうやってるとかね、はいはい、民法の教科書とかね、うん、ただやっぱりそういう時間ないので、ね、そこをね、短縮するためのツールですね、これはね、いや、そのまさに実務家がある意味ではこうまさにマニュアルというか辞書みたいな形で、自分のところに来た事件について、あ、これはこうすればいいんだなというような、まあいわば、ね、完全版の辞書みたいなものですよね、はい、それに対して、まあ、そういう意味ではこの2つのセットが一番いいですよね、はい、ということですよね。で、これとは別にさらにオリジナル教材も今回、ね、はいはい、作っていただいたんですよね。予備試験の、ね、民実の論文試験って今ね、出題形式が完全にも固定化してまして、設問1は訴訟部なんですね。設問2は請求の実施ってね、設問3で請求権の要件事実で、令和4年からね、4問目でその要件事実はなぜそうなるんですかっていうね、問題まで出るようになってるんですけど、そういうふうに形式が決まってますので、そうするとそれをね、売買とかね、所有権とか賃貸借とかの民法のね、本当に分野ごとに一つのシートという形でね、まとめておいてね、訴訟物はこれ、請求の実施はこれ、要件実はこれっていうふうにね、で、そういうシートにしておくといいなと思いまして、それを本を一回作らせていただきました。で、結構な分量になっちゃったんですけど、これを持っておけばね、まあ授業でやったことをこれ1枚見れば振り返ることができるようになってまして、で、このシートはしかもそういう訴訟物請求の趣旨などを単に確認できるだけでなく、まあ、そういうのが、まあ、裏面にあるんですけど、表面には例題までついてまして、で、例題を解いてそれをね、答えを確認するっていう形で自分で演習もできるんです。で、両方に、ね、2つの使い方ができて、だから演習を自分でやるときも使えるし、単にその内容だけ確認したいときもね、それを予備試験の出題の、ね、形式に沿って並べているものですから、本当に予備試験受験生にはね、これあれば本当にもう鬼にかなぼうというかね、そういうものを今回作らせていただきました。素晴らしい。まあ、これさえあれば、まずいつでもね、どこでも短時間でその講義の中身を思い出したり復習したりすると同時に、あれですよね、試験の当日もこれ持ってって確認すればもうそれでおしまいみたいな感じですよね。もうこれだけで十分でしょうということで、まあこのシート、これは市販はまあできないんだけれども、この講義を受ければこれがついてくるぞということですよね。まあ実際の講義もね、このシートに従ってやりましたので、これはもう本当にこの講座のために作ったものなんです。まあこれは本当に宝物というか、民実務のね、その論文の直前なんかに自分の頭をこうパーフェクトに要件実数の頭にしていくという意味でも、もうこれさえあれば大丈夫だな。そうですね、そんな感じですよね、はいはい、やはり試験はね、試験の前日に一番マックスにね、そうですね、ピークそこにね持ってからしていけない持っていくね、そのためのツールとしては本当にいいと思います、はい、そうですね、はい、念のため
ファイルはついてませんのですいません、ファイルは別にお願いします。中身価値がありますからね、これね、中身結構なあれですよね、充実したものなんで、ぜひこれも皆さん楽しみにしていただければなと思いますが、さて今回のね講義は一応予備試験受験生のためのというね、頭がついてはいるんだけれども、でも今伺ったその講義の中身だとか教材なんかを考えてみると、そういう法律家、民事訴訟に関わる法律家、かかり方はいろいろだろうと思うんですからね、皆さんにとってすごい役に立つこの講座だなっていう、その気がすごくしましたね。ね、いろんな方に聞いて、ね、活用していただければと思いますよね。はい、そうですね、はい、民法自体をね、ね、民法自体分かるようになるっていうね、その一つのね、ツールになっていただければいいなと思います、ね。そうですよね。